日本の街から本屋さんがなくなりつつありますまあ、そんな中ですね本屋さんの心配をすることもなく来週にはなんと本まで出してしまうという作家で映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございます いやー、今日は気分がいい。おはようございます。ことぶきです。ことぶきさん、何やら怪しい本出されるそうですね。怪しくないわ。映画本、映画の新刊が8月30日に発売。<ー>えー、教養として知っておきたい映画の世界という作品を、えー、日本実業出版社から 発売させていただくことになりました。いや、ちょっと聞いてないですよ、そんな話。いやいや、テラちゃんに言ったらちょっと印税よこせとか言ってくるでしょ。す、ま、いませんよ。だけど、テラちゃんね、ええ、今までね、僕あの、電子書籍なんてのは出したことあるんですけど、はい、ええ。実際この紙の本、ええ、本当にもう、なんか所蔵作ぐらいなあ思いなんですけど、あ、ええ、ねなかなか映画本って売れないんですよ、正直。 編集者さんがねぜひって言ってくれて嬉しいですね実はねもう半年以上前からコツ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 全部書き上げてあじゃあ自分が売,れ売り込んだわけじゃなくて向こうからオファーがあったってことですか いや、これはありがたい話でね、ちょっと小飛ぶ木さんで本を出したいって言ってくれる編集者さんがいて、えー、もうその編集者さんがこう、まとめてくれて、えー、その編集者さんのこの、まあ、ある、ある種愛で、えー、今回ね、この、教養として知っておきたい映画の世界。えー、今もうね、あの、書店だとか、アマゾンでももう予約始まってます。そうですか。<れ>で、その教養して押し置きしたい映画の世界って、これ、え、ヤクザの押し売りみたいな映画本ってことですか <laughs> あの、共有して、お仕置きしたい、ちょっとそんなハードコアな作品じゃない。んだちょっと本当に怒られますよ、<っ>全方位で。テラあ,、はあ、あの、<っ>寺ちゃん、<っ>名だたるコメンテーターの方がね、<っ>次長、<っ>次長のね、 はい、出版のね、このタイトル。ええ、今みたいにふざけたら藤井さん怒りますよ。いや、口が裂けても言えませんね。<laughs> ええ、あの、僕だけですよ。はあ、あの、笑って、ええ、パドコアな作品じゃねえんだよ、なんて言ってんの。こうやってふざけられるの僕だけですからね。そうですか。まあ、逆に伸び伸びやってください。はい。でもそれにしてもですね、娯楽であるはずの映画を教養として、寿さんが語る時代になったわけですよね。いやこれは寿さんが師匠と仰ぐ井筒和幸監督もきっと喜んでるでしょうね。 ちょっとい、ちょっと一旦、伊術監督忘れてもらってもいいですか <laughs> だけど今間がありましたね、妙に。いやいやいや、いやいや、それはだから師匠というか、はい、やっぱり伊術監督とね、一緒にラジオやってましたから、文化を、えー。そうでしょう。えー、やっぱりこの、まあ、訓導を受けたというか、はい、えー。いろいろなことを教わりましたよ。ええー。ちょっとね、伊術監督出されちゃうと僕も偉そうにはできないというか。いや、伊術監督には当然本禁定されましたよね。えまだ僕の手元にないんで、まだ。あ,あ、そうなんですか。 あと、ピンポイントで、ええ、伊豆監督には、その、例えば、検問してないんですね、とか言われちゃうと。はい。あ、ごめんなさい。<お>ええ、禁定って言っちゃったけど、検問ですね。そうですね。あの、検問、ええ、検、検問する。あの、いろいろ他、他の人にもしなきゃいけないとか、いろいろあるんですよ、検問って。 なんで自分の映画本が出るっていう、えー、今このお話し,してるのに、えーえー、僕が気を使わなきゃいけないんですだってねこの本には寿さんが独自の視点で映画史を変えた10の作品これを紹介してると聞いてるんですけどこの10の作品にやはりパッチギは入ってるんでしょうね。ああ,のあなるほどねそういうことねいや。あのね具体的にはこのねあのちょっとねお話しさせてもらうと、えー、この教養として知っておきたい、ま、映画の世界という、ま、今回の本なんですけどやっぱり 映画パーソナリティとして、一冊はやっぱり真面目な映画本出したいって思ってたんですよ。はい。だから、この作品、本を読めば、まず前提として、映画の歴史が全てわかります。<ー>っていう点で、まあ考えるとですね、この10本っていう、今言いましたけども、はい、なんかこの映画史を変えた10本っていうね、コーダーもあるんですよ。はい。だから、この作品が映画史を変えたよと。 ジャズシンガーという劇映画から大きく変わったようだとか、みたいな話をしてて、確か井筒監督の作品は今回はちょっと入ってないかな。確かって自分で書いた作品じゃないですか。確か。確か。 ツーで出てくるのかな。ツー <laughs> 出るんですか大体。いやちわかんないですわかんないです。ツー。すべての映画作品にリスペクトを込めた本です間違いない。そうですか。小林さんが書かれた本ですね。教養として知っておきたい映画の世界。8月30日発売予定ですが、まあ、そんな小林さんにはお伝えしづらいお話となります。まあ、今ですね<え>日本中の本屋さん書店いわゆるリアル書店本屋さんの数が激減しているそう。 そうなんんでですこの話はことぶしさんご存知でしたいやーもちろんです、今回ね、僕、自分の本が出るなんていうのは置いといて、ええ、町の書店がどんどん潰れていってるじゃないですか。はい、で、これは時代の流れとともに致し方ないところもあるし、もっと言うと、例えばアメリカとかだったら、本当、大きな街で1店舗あるかないか<ー>みたいな状況になってるわけですよ。ええ でもね、例えば、まあネットで本買うのも全然いいと思うんです。でも書店に行くじゃないですか。で、そうすると出会いってあるんですよ、ね。はい、ありますね。ゃけがいじゃないですけど、あれ、このなんか表紙面白そうだなとかで買うこととかもあるじゃないですか。はい、本ってやっぱり出会いだから、本屋さん行ったら流行りというか、なんか風潮みたいな世の中の流れって、 わかるんですよね。うん、だって、この本が平積みになってるんだとか、あと、知らない作家さんがいる場合、この方はどんな方なんだろうなとか。 いや、本当にね。情報のねるつぼなんですよ。だから、えー、僕は亡くなって欲しくないなとは思ってますけどね。はい、まあでもこのままでいきますと、2028年には多くの街から書店が姿を消すと警鐘を鳴らす専門家もいるくらいですから。まあ、これは作家としても悲しい話ですよね。いいえ、作家とかいうの、ちょっとやめてもらってもいいですか？えー、作家でしょ？いやいや,いや作家とか言って僕がすんなり受け入れたら、えー、また x で文句言われるんですよ。<laughs> お前、早くも作家気取りかと。はあはあ、お前、意外にしろよ、みたいな。ええ。なんてね、偉そうなことは、こう、やっぱ言えませんけども、いや、でも、実際に、 やっ書店は絶対に残ってほしいなとは思いますけどね。はい。で、二千二十八年にはデジタル教科書が本格化します。まあそれで本当に書店にとどめが刺されるのではないか。まあこんな心配する声も上がっているというんですよね。まあこの流れをことぶきさんの本で食い止められるといいですよね。そんな力ないわ。いやそれいやこ<え>れはねテちゃん逆に言わせてもらうと、ええ、今回の僕のねことぶきつかさの教養として知っておきたいまあ映画の世界。 これ、リスナーにかかってますよ、はい、むしろ。いや、リスナーの方が、やっぱりね、あの、お買い求めいただければ、<っ>多少この、歯止めに、歯止めになんねえな。<laughs> 僕の椅子、僕の椅子、歯止めになるわけないでし <laughs> <っ>いや、リスナーの方には、本当にね、っ買ってほしい。はい、でね、もしね、面白くないって言うんだったら、<っ>あの、反省します。<laughs> お金は返せないけど。今、もうちょっとなんか出てくんのかなと思ったら、ええ。反省はします。あ、あのー、もしね、よ買っていただいた方がですよね、X なり何な,なりで、ポストしてくれたら、僕、全部拾って、リポストします。ああ、はい、そうですか。僕もリポストします。すますはい。えー、時間はたっぷりあるということですね、これはね。えー、はい。さて、そんな中、今朝、ことぶきさんが教養として紹介する映画、何でしょう。教養って言われちゃうとなかなかですけれども、でもちょっとね、 今回の紹介作品は、もう長い歴史を感じる作品ですけれどもね、日本の映画、箱男を紹介します。電車男の続編ですかいえ、電車男違うわ。あの2チャンネルから発生したね。はい。あの電車男の続編じゃないんです。ええ、ふざけちゃいけませんよ、こちらは。 あの、安倍工房さんのね、同名長編小説の、まあ、映画化。はい、で、これを、まあ、紅崎サンダーロードなどの石井学流監督が、まあ、まあ、映画化したわけなんですよ。物語を簡単に説明すると、ちょっとね、難しいんですけど、まあ、段ボールを頭からこう、すっぽりこう、かぶった姿で、都市をこう、彷徨いながらね、 そのンボールのこの隙間、覗き窓から世界を覗いて妄想をこのノートに記述する箱男が、まあ、主人公なんですよね。はい、これはだから、まあ、人間が望む最終形態が箱男だという設定なわけです。すべ、えー、てから完全に解き放たれた存在だった箱男なんですけれども、このカメラマンの私は 街で磨けた箱男に心を奪われるんですよ。でね、自らも段ボールを被って、まあ、箱男として生きることになる。要は、箱男がこう、二人こう存在するみたいな、<ー>そういった世界観なんですよ。でね、これ説明してもなかなか難しいと思うんですが、ただ、この箱男という作品の出来上がった経緯をね、僕ちょっとね、お伝えしたいんですよ。 もともと先ほども言いました、この箱男は、安倍工房の1973年の小説の、まあ、映画化なんですね。まあ、安倍工房さんといえば当時ですよ、このノーベル賞に最も近い小説家なんて言われてたんですが、はい、まあ残念ながらまあ亡くなってしまったわけですよね。あれは1993年だと思いますけど。で、この、 安倍工房の箱男という小説なんですけれども、ハリウッドも有名監督も含めた上で、多くのクリエイターの方々が映画化を希望したんですよ。でも、安倍工房サイドからずっとノーって言い続けられてきたんですよね。だ要は、箱男という小説は映画化は無理だと。はい。やめてくれと、難しいからやめてくれってずっと言われてたんですけれども、石井聡吾監督、 現、石井学竜監督ですね。この石井学竜監督だったらいいんじゃないかと。で、安倍工房さんも石井監督にエンターテインメント作品にしてくれよなんていうふうに言われて、1997年に制作決定したんですよ。はい。で、もうドイツでクランクインするということで、まあ、石井監督も主演の予定だった長瀬正俊さんもドイツ行ったんです。ええ。で、 明日がクランクインだっていう、要はクランクインの前日に、なんと、制作資金の問題だとかも含めた上で、撮影が中止になってしまんですよ。<ー>その5年後ね、要は2003年ですよ。石井監督が再び動くんですよ。<っ>箱男をやっぱり作りたいって調べたら、なんとテラちゃん、この箱男の映画化の権利、もうハリウッドに移ってたんですよ。は オリドリー・スコットの会社に移ってたと。ええ、だから石井学流監督、もう映画撮れなくなっちゃったんですよ、ええで。断念した。で、また月日流れて、2016年、原作権の許諾を石井学流監督得るんですよ。<え>そして2024年に、27年の時を経て公開されるのが、この箱男<う>めちゃくちゃ長い歴史があるじゃないですか。ええ この点を踏まえてこの作品を見るとね、感慨深いものがあります。オープニングはもうモノクロ映像から始まるんです。箱男の目線から始まるんです。そのうちこうカラーになって作品に彩りがこう与えられるんですよね。でね、はっきり言ってこの箱男という作品ね、考える作品じゃないです。<う>感じる作品です。でも僕はね、このなんかね、スチームパンクの香りもする箱男という映画、 愛おしいんですよ。<ー>いや、愛おしく感じる作品ってなかなかないんですよね。いや、やっぱりね、エンターテインメント作品であるけれども、万人の方に受け入れられる作品ではないと思う。はい。でも、僕はこの2024年に箱男という映画が公開される意義みたいなものを感じました。えー、リスナーの方、ぜひ、この箱男を劇場で体験してもらいたいと思います。 ことぶきさん映画箱男十点満点中何点？それでは八点でお願いします。今朝ことぶきさんが紹介してくれた映画箱男の劇場鑑賞券三組六人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先てらハイフン映画アットマーク J O Q R ドットネット。映画,映画箱男は明日八月二十三日公開です。ことぶきさん今朝もありがとうございました。ありがとうございました。 ニュースピックアップ「ことぶきシネマ」のコーナーでした。